一平です。キョウです。今日は京香にドッキリっていうかモニタリングっていうか、なんかさりげなくカメラ回して京香のことを褒めちぎろうと思ってたんだけど、結果的に僕が照れました。照れさせたかったの京香を。なんかやめてやめてみたいな感じのを撮りたかったの本当はね、うん、ということで動画を撮ったので見てください。どうぞ。なんで京香の髪はこんなにスベスベなので、サラサラなの？一平がかっこいいからだよ。いや関係ないでしょ。違う、話の論点が違う。なんで京香はこんなに服がおしゃれなの？一平がかっこいいからだよ。なんでそんなにおしゃれで可愛くて髪も長くてサラサラで、一平のことが大好きだからだよ。なんでそんなに目がでっかいの？一平のことちゃんと見るためだよ。なんでそんな可愛い口してんの？一平とちゃんとチューするためだよ。なんで京香の手はこんなに可愛いの？一平とギュって手つなぐためかっこいい。京香がね、世界一可愛いんだよ。一平世界一かっこいいんだよ。なんでそんな可愛いの？一平がかっこいいからだよ。世界一大好きなの？世界一大好きだよ。え、京香全然照れないね。照れない、俺の方が照れてるんだけど、なんか、うん、なんでそんな、もともと俺が言う言葉を知ってるみたいに返せるの？すごいでしょ、うん、一平のこと何でも見通しだからだよ。はい、ということで見事に京香に照れさせられてしまいました。負けてしまいました。あら悔しいです。今日も動画見てくれてありがとうございます。バイバーイ。